谷屋さん、はい、久しぶりやな、うん、来た久しぶり、いつぐらいやろ、ほんまもう10年ぶりぐらいだね、うん、下手し、あ、ここ豚まん屋さんね、さっきのランタンフェアもやってんのかな、うん、あ、これがつくんか、夜になったら本格的な中華です、ハリネズミ、あ、ほんまや、フェポンジさんおるわ、そこに、ここがなんかパフォーしたの、言うてた、両方やらなあかん、トリオルってことか、北京ダック、ショーロンタッパー、かけるかかけないかはあなた次第だし、毛量すごい、ショーロンパン一つで400円です、これとこれどうちゃう、こっちの、薄い方が角煮バーガーで、こっちはトンポーローマン、こっちのでっかいやつ、あら、トンポーローマン、はい、トンポーローマンね、はい、400円、はい、ありがとう、はい、ありがとう、はい、どうぞ、すごいね、はい、トンポーローマン、じゃあこれだ、オイスターソースから、よく食べたもん、あ、しぼりたいけど味噌じゃん、うん、あ、味噌か、オイスターソースじゃなくて、うん、味噌か、麻婆ラーメンか、ピリ辛四川ラーメンか、じゃあ、麻婆で食べるとちまき、ちまきと麻婆ラーメン、ちまきと麻婆ラーメンですね、ありがとうございます、どうでしょうか、それからね、一人こちらで受け取ってください、待ってる待ってる、ラーメンちゃん、ショロちゃんは1人前でフカヒレラーメンが2つですね、ありがとうございます、マホラーメンから、辛そう、ちょっと辛い、ピリッとするだけ、うん、なんか麺が、うん、麺美味しい、うん、細麺で濃厚そうな、ん、なんかもっとふにゃふにゃかな、うん、あのよくある屋台の安い屋台のやつかな、うんうんうん、ちゃんとしっかり、I was gonna make it big,
ケーキが見えた。台湾街角の人形劇。なあ、神戸ステーキウェリカム SN サプリメントタイヤ来てないよ。畑買えるのかな、同じ店だった。持ってくは帰られへん。幼少期さんの歌番です。ちっちゃいね。あ、そうだ。今じゃちょうどよかったよ。あの本気の大きさはちょっと心配だ。可愛くない。何これ。一個じゃない、三つ入ってるよ。うん、入り口がじゃん。お、すごい、三つ入ってる。あんまりのとこから割れたわ。食べてるよ。